の高橋美久とサックスパートの井野奈々とトランペットパートの鈴木心菜です。玉縄吹奏楽部は一音入魂、心に響く感動の玉縄サウンドをモットーにし日々練習に励んでいます。最近ではいろいろなリズムでの半音階の練習、リズムトレーニングを中心とした基礎練習に部員一同真剣に取り組んでいます。そんな玉縄吹奏楽部が今回演奏するのはクリスマスコンサートでも演奏したあの英語のマデレンと話題になったアニメ、ドラマの主題歌と2022年に流行った曲のメドレーです。イエーイ。クリスマスコンサートで演奏したメドレーって、あの時もいくつかメドレーを演奏したけど、今回はその中から天気の子コレクションをもう一度演奏します。前回よりもパワーアップした演奏をお楽しみください。それで何のアニメとドラマなんだろう。あ、もしかしてあれじゃない。ああ、あれね。え、どれどれ。じゃあアニメの方でヒントを出すね。家族3人、最近映画化が発表された家族3人と1匹のホームコメディです。今回演奏するのはそのアニメの2期のオープニングテーマを演奏します。あ、あれか。じゃあそのアニメを。スパイファミリー。じゃあその2期のオープニングテーマといえばスーベニア。じゃあドラマの方は。しょうがないな、じゃあ分かるようにヒント出すよ。え、何それ。プリンの手話だって。このドラマもすっごい人気があるんだよね。あ、もしかしてサイレント。そうそう。じゃあそのドラマの主題歌といえばサブタイトル。あ、そうそう。で、デーベストも忘れちゃいけないんだよね。この曲、皆さんが一度は聴いたことのある曲がたくさん入ってるんだよ。思わず歌い出したくなってしまうような曲がたくさん入っているので、ノリノリになって聴いてください。